近藤、谷村、石川、照山、大森が180センチを超えています。いわきのフィールドプレーヤーです。さあ今度は逆サイドからのコーナーキック、今度も低いボール、すらして折り返し、押し込みました。いわき FC 先制。押し込んだのは照山、いわきが先制しました。そしていわき FC はこれが J2 通算50得点。一つずつ歴史を積み重ねています。いやこれ狙ってると思うんですよ。このニアでディフレクションをこうちょっとすらして、このやっぱりこう準備のしにくい状況を作り出しての競り勝った。